ってるんですけど。ベッドのベッドのベッドベッドのスプリング。なんか浮かばない？エレガントカジュアル。ええ。エレカシですか。これが宮本さん。あ、月の宮本さん。うん。こドラム、ベース、ステージ。ああ。で月。月。エレカシだったので。はい。これね、一人でやるんですか？あ、展示は自分で一人でやります、自分で。だから、まあ、大きいあれはだから、バイザーに来て、その形だけ決めてもらって、手作りで、なんかここに下に、ここに出るような、壁が立ってるのかな、そういう、壁、はいはい。あれついた手みたいになって立てて、でここ、まあ、50センチぐらい、まあ、僕がちょっと入れるぐらいの空間を空けてもらって、そこからちょっと反射照明で照明当てて、でも基本的には上明かり全部つかないで、あ、なるほど。で、あの 横側に何かのライトの、あの品物だから全部こういうスタンド全部、あ、自分で、ええ、だからあの基本的にはあのほらヨーロッパとかみんなそうじゃないですか、上上がり絶対使ってないじゃないですか、はいはいはい、そういう感じにしようと思ってます。なるほど、ええ、これがね、またねちゃんとね形つけてあげてね、照明がなんかかっていってると最高がまた入るんですよ、そういうの、うん、この普通でゴミだよね自分でいやいや、もうそうで、ぼっこ屋っていう、あ、そういう意味がそうだから、ぼっこ屋っていうのはゴミ、まあ、大きいことは言えないんだけど、あ、汚いっていうこと。あ、いやー、すっげえな、まあ、綾部ワールドを作ってもらいましょうか。あら、すげえ。それでは、それそれ中村さん、はい、この何一斗缶の潰れたの花をちょこっと入れてるの、ここで、あ、とかにしゃびたね。結構ああいう本当にほらあの当てにないカンカラも潰れたのとかカンカラみたいな、はい、俺は結構こう作ったのいっぱいあるんだけど、意外と今やってること僕結構流行ってやってるから、はい、今ちょっと時代の流れで手さびって最近なんかね、あのなんか興味そいする方が多くなって、その辺が非常になんかこう一般大衆もなんかこう興味示してくれてるんですよね。で、多分それの一環で彼女はここでやらないかって。いろんな世界があるんでしょ、こっちを切ってもね。だから面白いでしょう。びっくりしてる、ね、びっくりしてるね。ゴミを。これはなんじゃって思うだろうけど、もうなんじゃなんだよ。なんか変わったおっさんいるんだよ。
昨日の午後の18時から仕込み始めて、で翌日の朝の9時頃までだね。でも完全にこれが仕上がったかっていうと違うから、まあ僕の場合意外とあの全部きれいに飾っちゃうというんじゃなくて、どっかやっぱなんかこうずれてる、ずれるっていうんですか、なんか完璧じゃないなんか飾り方する。中村さんのおかげです。いえいえ、とてもないです。いや面白いわ。いや、ここまでなるとは思わなかった。あ、そうですか。もうちょっとね、こうイメージは一生懸命やってたんだけど、もっと違ってた。全然違ってた。やっぱり驚かされて、驚かせるのがやっぱり一番すごいことだろうから、本当にびっくりした。もう入ってくるたびにね、あれこんなもんあったっけって思うよ。すごいわ。また来ます。あ、またよろしくお願いします。どうもありがとうございます。まあね、物事っていうのはね、ね、いいっていう人もいるし、悪いっていう人もいるしね、白っていう人もいるしね、黒っていう人もいるしね。でも一番基本的に大切なのはね、自分本人がどういう気持ちで、なんかで、そういうふうにいろんな形でね、作ったりね、接したり、いろんな方法でね、あるんだけど、自分の気持ちだけは絶対、騙せないですよね。いつからこんな感じのことをやるんですか？あ、職業？え、だから職業、生活のために。ねえ、いやねえって僕知らないですよ。そう、生活のためですよ。途中から集め出してましたもんね。いや、だから結構ね、昔から好きだったんですよ、僕こういう古いものに関しては。エレカシの始まりあたりぐらいですね。いや、そんなことないです。あの頃からなんか、あの会社にいろいろ。いや、僕あのほら、みんなでバリ島行った時なんかも、俺コッテ屋さんに、バリのコッテ屋さん行って、撮影にね、そう、組みたいなの、そう、セクズ買ってきたり、そうしましたから。え、アールさん、最初から作ってたんですか？集めてた。いやいや、そんなことないよ。だから最初集めてたんですか？そう、そうですね。俺作ってるの知らなかった。集めてるのはさ、その頃から集めてたんですか？でも、常滑の陶片の僕は、あの変、あ、そう、思い出した。あの結構尊敬する人がいて、僕が常滑の、それでその方にほら、まあ、相談したんですよ。まあちょっと体がこういう状態で音楽の仕事ができない、うん、で、あ、どうもありがとう、ありがとう。で、こういうそのコットン屋さんの仕事をやりたいんだけどって言われたの、うん、あ、したいんですがって相談したの。それ大判断されたので、古いものは必ずなくもなくなっちゃうから、うん、で特に僕が好きなようなものはもう結構特殊で数がないからね、して、まあ多分あやめさんが持ってるものを手放したらもうなかなか仕入れは多分なくなるんじゃないので、基本的には、まあ、私は反対だって夫婦で言われたので、僕がだから嫌やって言って、まあ僕もほら昔そこのあれでよく陶片買ったりかけられてたから、でそれで合わせてほら花入れ、ここのどっかちっちゃいのあるけど花入れを作って、でそういうのをメインでやっていきたいんだって。こういうの、そうそう、こういうのを作って、そしたらそれだったらいいって、賛成してあげるっていうのがいきさつなんですよ。これ俺結構これ気に入ったんだけど、これ僕が作ってるんですよ。あの物は古い素材で、して後ろのあれはだから
ベニヤに僕がサビっぽく、そう。僕が作ったものを買ってくるっていうのは、値段が高いとか安いとかっていうのは別として、ありがたいですよね。商品価値観としてはゼロだもんね。全部物買ってるんだから。あ、どうぞ。ポストカード。どうぞ、ポストカード。あ、どうぞ。ありがとうございました。ポストカードを。はい、どうぞ。何点かいただいてますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ポストカード。